さんこんにちは、リリーです。今はですね、入院生活1日目、昨日の夕方に、出産終えたばかりなんですけど、早速必要だったもの、そしてこれいらんかったなっていうものも出てきたので、ちょっとゆっくりしながらそのバッグ2つ紹介していこうかなと思います。まずはですね、陣痛バッグと呼ばれるものです。痛い痛い痛いってなってる時に身近にあると便利なものをまとめたもの、私は取り入れていきました。エミーナエコバッグです。まずエコバッグの中にエコバッグが入ってます。100均で買ったバッグなんですけど、これ透明やから、あの痛い痛い痛いってなってる時はこれを近くに置いてたらパッと取れるなと思ってこれを選びました。で、これにちょっと大きめの100均で買ったんですけど、どっかにかけて方向をコロンコロンと変えます。で、ここは挟むようになってます。ビーズ4つ持ってきてます。で、これこの扇風機を入れてます。これ結構軽いしいいかも。 Amazon で買いました。続いてはこちらです。西松屋で購入した、ペットボトルの蓋をこれに付け替えて、パコッと押すとストローになってるので、寝転びながらでも水分補給ができる便利なアイテムです。これ100均でも売ってたんですよ。で、100均のも買ったんですけど、いろんな情報を見てると、このストローの部分がこれは曲がらないじゃないですか。カチカチのプラスチックなんですけど、こういう風なシリコン状の曲がるストローを設置できるものの方がそのままでビヨンって曲げて飲めるんで便利ですよみたいな情報を見たので、だからこれにしたんですよ。ただね、家でつける練習ちゃんとしといた方がよかった。私説明書も捨ててこの状態で持ってきちゃったんですよ。だから付け替え方が分からなくって、結局このまんまで使いました。こうやって曲がるストローがついてて、なおかつ家でちゃんとつける練習をしといた方がいいと思います。これはほんまにしくりましたね。せっかくいいもの買ったのに使いこなせなかったです。次は携帯の充電器で、陣痛中はお口がすごく乾くっていうのも見たので、リップクリーム、ニベアのリッチケア&カラーっていうシェアレッドの色を使ってました。で、クリアクリーンのフルージュマウスウォッシュですね。これパコッと蓋開けてこうポチって上に上げると、この先っちょに穴開いてるんですよ。なので口持ってってこのままギュッて押したらピューって入ってきて、クチュクチュってしたらペッてするだけなので、それは買ってよかったです。でも途中からもう痛すぎて使えへんかったから 1,2 回しか使わなかったです。お次はシュシュ、これもね、100均で購入したものです。めっちゃ可愛いな。続いては入院バッグです。ちょっとこれ大きいんですけど、こちらです。ジャーナルスタンダードのナイロンバッグなんですが、これは雑誌の付録で、結構前にゲットしたものです。よし、じゃあ中身紹介していきますね。まずは鏡、メイクポーチも入ってます。必要最低限のメイクを持ってきました。中身をちょっとでもコンパクトにするために MIMC のこういうクリーミーチークを入れて、これね、色がこんなんなんですけど、リップにも使えるし、チークにもなるし。セリアかダイソーで買った名刺ケースの中に、ちょっと今汚いんですけど、こんな感じで、アイブロウとアイシャドウ、ハイライト、これちょっとキラキラしたやつとかを両面テープで貼り付けてここにまとめてます。でもハイライナーとかナルティッシュとかも入れてます。で、次、今コロナが相変わらず流行ってるので、マスクを多めにバサッと持ってきてます。で、これは前に紹介した母子手帳とかいろいろ大事なものが入ってるポーチです。で、コンタクトの液、ヘアアイロン、これはサロニアのストレートアイロンです。美容系の流れなので、次はこれ紹介しましょう。これは3COINS で買ったポーチなんですけど、こういう風に S 字フックになってて、ここメッシュ部分には試供品のシャンプーとかトリートメントを入れてます。
で下には病院でいただいた保湿剤で歯磨き、化粧水、乳液、美容液のサンプルとヘアオイル、ドライヤーする前に使うものということでこんな感じかな。でミニポシェット、この中に携帯とマスクとあと赤ちゃん用のガーゼとかを入れて、もう首からかけて母親学級を受けに行ってます。あとはこれですね、赤ちゃん用の爪切りです。100均にあるんちゃうんと思って見たら、キャップ付きで先っちょもちゃんと丸い赤ちゃん用のものが売ってたので購入しました。でね、実際生まれた赤ちゃんの手見てたらマジで爪伸びてました。びっくりした。でこれです、中にゴミ袋入れてます。室内でねゴミちょっと捨てたいなっていう時にあったらいいかなと思って、いらないゴミ袋をいくつか持ってきてます。続いてはスイッチです。これね、動物の森ハマってるので陣痛中とか入院中時間あったらやろうと思って持ってきたんですけど、陣痛中は絶対できひんのちゃうかなと思います。もう無理無理無理、痛すぎて全然使わなかったし、入院中の今も全く使ってないです。あんまりいらんかもですね。そしてモコモコのこのウサギのポーチの中にカメラグッズ、 YouTube グッズを入れてきてます。そしてこちらです。でこの中には携帯の充電器とか、あとパソコンのハードディスク、イヤホンとかいろいろケーブル関連を入れてきたんですけど、私ねコンセントに挿すようなこういうタイプのも入れてきたんですよ。コストコで買ったやつなんですけど、コンセント2つ挿せて、で USB の線をそのまま挿せちゃうっていう便利アイテムなんですけど、ベッドで寝てたら線の長さが足りんかった。言うてこれ 1,2 メートルあるんですよ。でも自分がどのベッドになるかによってコンセントが近い遠いっていうのがあると思うんですよ。この部屋取れるっていうのがあればいいと思うんですけど、大体の病院はその時の部屋が埋まってる埋まってないで、個室希望してたとしても個室がいっぱいやったら相部屋になる可能性もあったりとか、絶対にこの部屋に泊まれますっていうのを決めれる院っていうのはあんまりないと思うんですよね。なので延長ケーブル、延長コードは持っていっておいた方がいいと思います。続いてはこちらです。これには新生児の、退院するときに着るものを持ってきてます。結構ギリギリ水通ししちゃおうとか思ってたら、まさかの早産やったので水通しもできず、タグついたまんまですけど、こういう水色のお洋服、あとはタンハダキとカバーオール2ウェイ、まだちょっとねなんて読むかわからん、下がワンピースタイプになってるものです。あとガーゼのハンカチですね、お口を拭いたりとか何かとよく使うので、これは5、6枚入れてきてますっていう感じで、赤ちゃんセット、そして退院の時に着る自分のお洋服、ジブリに出てくるお相撲さんみたいなこういうロングワンピースを1枚入れてきました。まあ、もうちょっとね退院の服考えたかったんですけど、もうびしゃびしゃ撥水してたのでこれにしました。続いてはこちらです。お風呂入って使っちゃったので中身少ないですけど、タオル類をまとめたものです。次、大きさ違いで同じポーチなんですけど、こっちの中には、まあ、自分の入院中に着るお洋服たちですね。体が痛い時にこうズボン履いたりとか、腕上げてこう脱ぐタイプのものはしんどいので、ボタンで全部上から下まで脱げるものをいくつか入れてきました。で、靴下ね、最初私クロブソックス入れてたんですけど、こういう足首まで隠れるぐらいの長さのものの方がおすすめだそうです。で、あとは前が開く三色ショーツです。そしてあと羽織ですね、ちょっとした時に、体温調節するための羽織ものを入れてます。あとはエコバッグ、すっごい大きなバッグになります。今ちっちゃく見えるやろうけどだいぶ入ります。で、使い終わったらこういう風にビッて伸ばすと一本線になって、あとはまとめるとコンパクトになるので、これはね入院とかどうこう関係なく普段のお買い物、スーパー行く時とかにもおすすめのエコバッグです。こんな感じでちっちゃくなります。ということで今回は陣痛バッグと入院バッグの中身紹介をしてみました。いかがでしたでしょうか。まあ比較的今用意しているものだいたい外れはなかったかな。まあスイッチとかそういう娯楽用のものは個人差あると思うんですけど、そんな
今使ってる余裕はなかったよっていうのと、あと延長コードはあった方がすごく便利かも、あとはドーナツ型のクッションは入れといた方がいいよっていうことですかね。こんな感じかも。ということで、今回の動画良かったよって思ってくださった方はぜひチャンネル登録、そして高評価お願いします。もうほんまに妊娠中って不安になることも多いし、メンタルも弱ることも多いし、その分楽しみや喜びもあったり、いろいろなね、感情がすごく起伏激しい時期だと思うんですけど、せっかくなんでね、この期間を楽しんでみんなで過ごせたらいいなと思います。私はまだ昨日産んだばっかりで、興奮状態なのであんま寝れずっていう感じなんですけど、妊娠中、そして出産はまだまだスタートやと、育児が大変なんよってもう先輩ママさんたちは口を揃えて言われるので、ちょっとこっから楽しみとドキドキが入り混じった感じです。どうなるんやろうな。でもなんかリアルをお届けできたらいいなと思うので、ちょっとこんなもうダランとした感じで申し訳ないんですけど、はい、YouTube 撮ってみました。次の授乳時間まであと40分ぐらいあるので、私はこの今散らかったパックの中身を戻してベッドでゆっくりさせてもらおうと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。